みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はですね、今回は新学期の準備をしていきたいと思います。はい、ということで今回はね、6年生の筆箱を新しくしていきたいと思います。でね、まず6年生で使う筆箱なんですけど、これ可愛くない？これなんか4年生の時に買って、ずっとね1年半ぐらいずっと家にあったんですけど、これをね使いたいと思います。まだでも未定ですけど、これを使う予定です。だから今からね、この筆箱に詰めていく感じです、文具を。じゃあ早速いきます。まずね、鉛筆なんですけど、このね、こういう柄の鉛筆を使います。 B なんですけど、これをね、ピンクと茶色っぽいのと水色っぽいの、これを2本ずつ、計6本でいきます。で、なんでこの色にしたかっていうと、私このね、キャップが欲しかったんですよ。このキャップがどうしてもね、この色に合わせたくて、ピンクはないんですけど、青と茶色はできるだけ合わせて、こんな感じにね、したいと思います。開けますね。で、まずこのね、茶色い鉛筆はこのね茶色っぽいキャップをこうつけて、このピンクはこのね、クリーム色っぽいのもつけて、で最後水色は水色ですね、これをこうつけます。はい、これで新学期いきたいと思います。でもまだ鉛筆削ってないし、あのキャップつけちゃうと入らないと思うんですけど、入るかな。入んないよね、これ。入りません、後で入れます。よし、じゃあ次です。次はね、消しゴム。これはあの無印で買った黒い消しゴムと、あと無印で買ったこの黒い定規と、あと無印で買った鉛筆削り、これをセットでね入れていきたいと思います。この無地かわいいよね、この。でここせ、ここだけ白なんですよ。なのでここ黒に塗ろうか迷ってるんですけど、とりあえず入れます。これも入る、定規入れて、白も入れて、で、あとね、このマッキー。これはもうド定番。私はこのね、ロッキーっていうマーカーを使ってます。水性なので、たまに油性しか使えないときは、友達に油性を借ります。で、赤青鉛筆もね、入れたいと思います。そうそう、ちょうど赤青鉛筆なくて、買ってたんでよかったです。入れたいと思います。これでも多分削ってないんで入んないで、待って、これ用の鉛筆け、あのキャップを買ってない、あるので使いましょう。はい、ということでね、鉛筆とキャップ以外は入りました。こんな感じです。見えるかな。ということで、いやでもいざこれで行くってなると恥ずかしいですけど、たいと思います。で、鉛筆はね、また削って入れたいと思います。はい、ということで今回はね、私が6年生に使う筆箱の中身を作っていきました。ということで、それではバイバーイ。